それではお待たせいたしました。定刻となりましたので、早速始めさせていただきます。本日は自民党公認候補武井俊輔総決起大会にようこそお越しいただきました。本日は足元のお悪い中、また寒い中、大勢の皆様方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これからの司会進行役は私、元フリーアナウンサー、現在宮崎市議会議員の脇谷典子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまずはじめに武井俊輔選挙対策本部長日高義行様からご挨拶いただきます。皆様こんばんは。本日自由民主党安倍総裁をお迎えいたしまして、武井俊輔候補の総決起大会をご用意となりましたところ、足元の悪い中多数ご参集くださいまして誠にありがとうございます。今回の選挙対策本部長を受けることになりました平川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の選挙、絶対負けられない、勝たなければならない選挙です。今日こうしてお集まりいただいた皆様方、そして後援会の皆さん、自由民主党を応援していただくいろんな方々の力を結集して、必ずや勝ち取りたい、勝ち取ります。今日の総決起大会をただいまから開会させていただきます。ありがとうございました。続きまして自民党宮崎県支部連合会選挙対策本部長並びに自民党宮崎県支部連合会会長中村浩一様からご挨拶いただきます。皆さんこんばんは。本当に私今宮古の城から来たんですが、雨が降っておりまして、この雨の中でこんだけたくさんの方がこの決起大会に来ていただき本当にありがとうございます。今回1区2区3区候補者が出ます。1区が今ご紹介がありました武井俊輔候補であります。2区が江藤拓候補であります。参加が古川義久候補であります。それでまた今回は比例区にですね、上杉光弘候補が立候補することになります。この4つの、いや3本の矢と言いますけど、4つの矢はですね、何としても今回は当選させなくてならない、その意気込みで私たち頑張っております。今日私の皆さんが本当に頑張っていただければ勝てない選挙ではないというふうに思っております。その前にですね、いろんなところに推薦状をもらいに参りました。これは非常に聞く者にとって気分の悪いことかもしれませんが、申し上げます。県会議員、市会議員、市会議員の方がいらっしゃいますよね。だけど本気で今まで選挙やりましたか。我々は推薦した以上は命かけになってますよ。そのように言われます。なるほどな、本当に真剣にやってたんだろうかという方もいらっしゃるんじゃなかろうかなと思います。私どもが本当に自分のことのように頑張ってやらないとこの選挙勝てません。他人事の一言だと思っていたようでは私は勝てない選挙だと思います。本当に厳しい選挙になろうと思います。だけど
こんだけの人が短期間でお集まりして恐れになって武井俊輔候補をみんなで頑張ろうとやるじゃないかという気持ちだけで本当に燃えるんじゃないかなと思います。この集まりが本当に身のあるものになっていくようにみんなで頑張っていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは公認候補からご挨拶いただきます。まず衆議院議員宮崎県第二選挙区公認候補江藤拓様、はい、現在は自民党社労本部と農林大臣でいらっしゃいます。選挙であります。立候補者からには必ずなります。皆様方のお力をお貸しください。私は今日は自分の宣伝に来たのではありません。武井君のために来たのであります。この選挙を通じてもっと真っ当な日本にしようじゃありませんか。安倍総裁を先頭にして誇り高く希望の持てる日本に変えていこうじゃありませんか。そのための選挙です。その思いを高木俊輔に乗せてください。この12月16日の投票日、今日のような冷たい雨が降って風が吹いたら投票率がとても心配です。皆様方が政治に参加することでしか日本は変わりません。我々政治家が変えるのではありません。必ず投票に行っていただいて、そして武井という衆議院議員を担当させていただいて、そして我々と一緒になってこの日本を立て直してまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして衆議院議員宮崎県第三選挙区公認候補古川義久様、はい、現在自民党副幹事長でいらっしゃいます。皆様、今日は武井俊輔さんのためにお集まりいただきまして本当にありがとうございました。今日本に求められているのは第一に経済対策であります。第二に経済対策であります。3も4も5も経済対策であります。一刻も早く政権を取って強い経済を取り戻す、国民の懐をあったかくする、これができて初めて日本を覆う暗い空気を吹き飛ばして、明日も頑張ろう、明後日はもっと良くなるぞ、しあさってはもっと良くなるぞ、こうして日本が再び力強く歩み出していけるように、何としても今回の総選挙で政権をもう一度私どもにお預けいただきたい。最も大事なことは政治の安定であります。一人でも多く全国に自由民主党の議席を得て政権を安定させて強い経済を取り戻すべく頑張らなければなりません。宮崎県は例えばインフラ整備におきましても随分遅れております。しかし経済対策、このメニューの一つに大きな公共事業の投資があります。このせっかくのチャンスを逃してはなりません。県内の自民党候補全員当選を持って一致結束してせっかくのチャンスボールを逃さないように、そして見事満塁ホームラン、逆転ホームランを打つように頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。武井俊輔、必ず当選させてください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。古川
候補におかれましてはこのまま退席されます。お忙しい中誠にありがとうございました。拍手をお願いします。それでは続きまして衆議院議員九州比例区自民党公認候補上杉光弘様です。皆さんこんばんは。今日は小雨が降っておる中でありまして、このようにたくさん武井俊介候補のためにご参集賜りましたこと、同志の一人として心から厚く礼を申し上げたいと思うんです。私浦島太郎ではありません。長くそんな会に出たことがありませんし、挨拶をしたする機会もなかったんですが、正真正銘の上杉光弘であります。今度の選挙は私は大変日本という国にとって国民生活にとって大切な選挙だと思います。それはこれからの日本の行く末をどう求めるかが問われた選挙が今度の選挙だと思うからであります。皆さんも同じような気持ちで今日はご参集になったと思うんです。選挙は理屈じゃありません。行動です。行動はあるのに武井俊介候補に絶対の票を与えていただきまして、この県と宮崎から自由民主党の国会議員を作っていただきますように。2区は江藤さん、3区は古川さん、比例は上杉というのは申し訳ないのでありますけれども、比例のこともお忘れなく、どうぞ明日の日本を開くために、そして責任のある政治、信頼のある政治、安定した政治、そこから期待の政治が生まれるわけであります。皆さんの手でそのような政治に日本の政治を導いていただきますように心を込めてお願いしご挨拶といたします。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそれではいよいよ残すところあと1人、衆議院議員宮崎県第一選挙区公認候補武井俊介でございます。今日は皆様雨の中、また日曜日の夜に、この盛大にこんなに短い期間にお願いをして、この宮川のファンスパン、満席になるほどお越しをいただきまして、本当にありがとうございます。また、先ほどご挨拶をいただきました、中村県連会長をはじめとする県連の皆様、県会議員、県会議員の皆様、そしてまた、伊藤高亮先輩、そして松下先輩、そして各種団体の皆様、本当に多くの皆様にお願いする時も自ら駆けつけていただきました。本当に感謝の思いと身の引き締まる思いでいっぱいでございます。県会議員を辞めて1年半になります。毎日街頭に立ってお話をして夜は民衆会を少ない時は深いということもありました。本当にそういったことを毎日毎日過ごしていく中で、何かやはり一番つらかったのは地位がないこと、お金がないこと、そういったことではなく、人の役に立てないというのがかくもつらいことか。皆様のお役に立ちたい、早く働きたい、その思いをようやくと
続けていく機会をいただきました。今回の選挙、旗を掲げております。日本を取り戻す、その取り戻す先兵の一人として、最後の最後まで12月16日まで命を懸けて頑張ってまいります。今日ちょうど宮城新聞で公開討論会がありました。宮崎一区にお出になる予定の方、私も含め6人集合して話がありました。今日見られた方、お越しになった方、ケーブルテレビでご覧になった方もあろうかと思います。私、座ってお話を聞いていて非常にびっくりいたしました。前回民主党があれだけマニフェスト踏みにじって大きな政治不信になっているにもかかわらず、例えば私たちは政治なき交渉参加には反対し、明確に反対をしている TPP の問題、民主党さんは与党と政府は違うんだ、政府は推進するが私たちは違うとおっしゃる、維新の会は維新の会で私が言ったら帰るとおっしゃる、政治不信がそう言って約束を高めてきたにもかかわらず、その結果積み重なってきたにもかかわらず、またも同じことが繰り返されようとしている、この流れをどうしても止めていかなければいけない。国民の皆様に政治が本当に信頼ある、本当に命を預けられる政治になれるかどうか、まさに日本を取り戻せるかどうか、それはひとえに今回の選挙、私たち自由民主党がしっかりと議席を獲得していく、もうそれしかないんじゃないでしょうか。皆さん、ぜひとも今回の選挙は他県のため、自由民主党のためではなくて、本当に日本のため、このふるさと宮崎のための選挙だ、ぜひともそういう思いで皆様と一緒に共感をさせていただいて前に進んでまいりたいと思っております。県会議員をしておりましたとき、固定費がありました。ちょうど民主党政権、まだ鳩山さんの時でした。まだ今よりは政権交代の要因みたいなものが残っていた頃です。しかし赤松大臣が当時外国に行って、鳩山さんは全力で対応するといった翌日にお辞めになりました。一方、自民党、本当に先ほどお話しいただきました江藤先輩の委員会質問、本当に私も見ておって涙が出ました。湯川先輩のちょうど県庁で赤松大臣に激しく抗議をしていただいたこと、ちょうどその頃、秋田県の選挙でした、一緒にやったこと、政治はノープレスオブリージュという言葉がありますが、本当にいざという時、本当にこの宮崎が、このふるさとが厳しい時にきちんと寄り添えるか、いざという時に試されるもの、まさに自民党の底力、まさに自民党のそういう県民の皆さんに思いを致す姿勢、私はそれを見て、ここに私の命を預けて、この政党でこの一区に挑みたい、そういう決意をいたしました。今、政権交代、政権奪還ですよ、私たちとしては。間近に迫っております。ただ、私たちも政権を単に奪うということではいけません。やはり前とは違うんだと。今度は単に取り戻すのではなくて、私たちも変わったと思ってもらえなければいけない。もし今度私たち自由民主党が政権を取り戻し、それで国民の皆様の期待にお応えできなければ、
もう政治は夜でがなくなってしまいます。そういった意味では民主党は優に及ばず、私たち自由民主党にとりましても、今回の選挙はまさに党の存亡をかけて、存在をかけて戦う選挙になります。そこに挑めること、そこに歩みを進められること、本当に本当に誇りに思っております。現地として県内さまざまなところに参りました。また浪人をしてこの宮崎区内、本当に区内といっても山の中もたくさんあるんですが、そのところでお話をしてまいりました。今の景気の状況、本当に多くの皆様が厳しい中で暮らしていらっしゃいます。地方で人が生きていくというのはどういうことか、宮崎で暮らし続けるというのはどういうことか、私はそれを国に問うていきたいと思っています。私は今37歳です。ということは、大体私の同級生、高校を出て東京に行きますと人生半々です。宮崎が半分、東京が半分。しかし宮崎の高校、中学、小中高と宮崎で育って、宮崎のお父さんお母さんが仕送りをして、でお金は結局収入、就職をすれば東京で同じをする。人を育てること、それも地方の意味です。また例えば我々が山を守る、水を守る、そういったことは価値があるんだということ、これも国に訴えていかなければいけません。私は国内版の排出量取引とか、ヨーロッパなんかでありますが、そういったようなものをきちんと導入をして、我々が水を守ること、森を守ること、そういったことが価値があるんだと。例えばそれで大都市の工業圏からきちんとお金がもらえるような仕組みを作りたい。東京に頭を下げに行ってお願いをして、そうしないと県が成り立っていかない。それでは誇りを持って宮崎に帰ってこれない、宮崎に住み続けられないじゃないですか。我々がこの宮崎で、地方で人が生きていくことを価値、意味、そういったものをしっかりと知るのも皆さんにも分かっていただいて、お互いに敬い合い、支え合う国を作っていく、そうしていかなかったら、この国は都市と地方でまるで二つの違う国になってしまうのではないだろうか。私はすごくそういう危機感を、足を運べば運ぶほど、回れば回るほど感じております。同州制度、いろんな議論があります。将来的な方向性は間違ってないかもしれません。しかしそういった制度論というのは、我々宮崎でしっかり暮らせる仕組み、地方で人がしっかり暮らせる仕組みがあってことです。単なるそれがなければ、合併の市町村合併の拡大版にしない。私たちはそれを訴えていかなければいけない。宮崎見てください。鹿児島まで宮崎から特急電車で2時間10分。鹿児島から新幹線に2時間10分乗ったら、もう山口、新山口、次は広島です。隣の県でこんなにも差がついている。こんな中で競争をしろと言われている。無理じゃないですか。少なくとも、私たちは西九州側に落ちたそれと同じ額の金額は堂々と宮崎は請求をしていい、堂々とそれでインフラの整備をしてくれて、いろんな提案をしていけばいいじゃないですか。港湾も東京に向かって海が伸びています。港湾の整備をしなきゃいけない。例えば私は交通の貨物便、空港の運びなんかを作る、宮崎の農産品もより早くより安くどんどん人手に送れるような仕組み、そういったものを皆さんと一緒にどんどん議論をして、いろんな提案をしていきたい、そういうお話をしていって、あの国が、いや、こういう考えがあるんだと、みんなで議論しながら、
新しい発想を永田町に引き込んでいきたい。それが私はどうしてもやりたい。こんなに皆様にお世話になって、こんなに皆様に応援をしていただいて、その役に一日でも早く立ちたいと思っています。国の政治が今、私も昨日、今日とずっと集会、いろんな方にお会いしてまいりました。市議会議員の皆さんに一日連れ回しをずっとしていただきます。その中で今日はこんな話があります。国防軍の話で、総裁の国防軍という話、なんかちょっと気になるんだよねという話がありました。しかし皆さん、ぜひ考えていただきたいんですが、自民党は憲法を改正しなければいけないと思います。今の憲法9条というものを時期通り見れば、それは現状とあまりにも乖離していますし、かえってそういった解釈で重ねることが解決になるんです。そういった意味、今までずっと先送りにしてきたこと、国を自分たちで守るということ、そして自分たちの領土領海を守るということ、今までずっとできておらず、ましてや民主党政権の中で混乱だけが続いている、そういったものに今から自民党は挑もうとしています。皆様にもぜひともいろんなことを投げかけていこうと思っています。皆様に投げかけていろんな議論をしていきたい。永田町に進んで単に終わりということではなくて、そこから皆さんといろんな議論をスタートさせたい。今年、瓦礫の問題がありました。瓦礫の受け入れについて、県議会では、県議会の皆様に受け入れの決議をしていただきました。まあ、私も受け入れるべきだと思っておりましたが、最終的には、まあ、時間切れみたいな形でした。しかし、私はその時、私と清山君と2人で意見交換会をやりました。まあ大体来るのは反対の人が多い、ほとんど反対の人が多い、声を上げるのは反対の人が多い。確かに言われました。そんなことをしてね、大丈夫か、文句だけ言われる方が減るじゃないかということも言われました。しかし本来ならば、そういったことは与党の人が私はやるべきじゃないかと、挨拶でも、いや私も大変ですよとおっしゃる。でもそうじゃないんじゃないんでしょうか。皆さん、与党というのは政権を預かるのです。預かるからこそ言わなければいけないこと、与党であればゆえに受けなきゃいけないやというものが私はたくさんあると思う。そういったようなものをきちんと真摯に受けていく、それでもお話をしていく、それでも訴えていく。今政治にそういう真摯な姿勢が私は求められていると思っています。それがないから、じゃあどれだけ一緒に写真を撮ったということではないと思う。私はお一人でも多く議論をして、それは確かに納得していただけるかどうか、それは分からないかもしれない。だけれどもきちんと議論をし、訴え、皆さんと一緒にずっと向き合っていく、そういった政治家でありたいと思っています。今政治は、自民党は政権を取り戻す、その先兵として、そして皆様と一緒に私が笑わせていただいて、ああ日本も変わった、あこういう政治のあり方もあるんだ、そういった新しい政治の形を皆様と模索していきたいと思っています。TPP の問題で今日も討論でもお話をしましたが、本当に私たち地方の声、地域の思いというものが本当に国に届くのか、非常に今不安に感じました。絶対に反対をしていかなければいけません。しかし今、例えば一票の格差でもそうです。地方の票は、声は減っていくんです。第三極の議論、彼らの言うことをどう見ても都市部の発想じゃないです。
今私たちが守るべきは、共に地域に生きて、お墓を守って、地域のお祭りを守って、文化を守って、そして地域に足を踏まんとうな皆さんと共にある政治だと思っています。どうか皆さん、そういった政治にもう一度託してみてください。正直に生きて、まっとうに税金を払って、ああよかったなと思っていただける政治を、私は必ず実現させてまいります。それには、本当にこの選挙、本当に厳しい戦いです。現職も元職も前職も元職もいらっしゃる自民党とはいえ挑戦者です。しかし、なればこそ言えることがある、なればこそできることがあると思っております。皆様と一緒に、私だからできる新しい政治を必ず作ってまいります。最後の最後まで本当にご心配とご迷惑をかけることがたくさんあると思います。しかし、新しい政治を一緒に作る、そのパートナーとして12月16日まで全力で私も頑張ってまいります。どうぞ皆様、最後の最後まで何卒応援よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。どうもよろしくお願いいたします。さあ、それでは激励の言葉をお願いいたしましょう。宮崎県農民連盟委員長でいらっしゃいます森永俊之様、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま、それぞれ選挙区の候補者ご挨拶がありましたが、今回の選挙ご案内のとおりでありましてですね、3年前政権選択選挙がありましたがですね、ことごとく地方の国会議員は惨敗をいたしました。自民党の国会議員、そういうことを踏まえまして、今回は農民連盟も本県選手の自民党の公認の国会議員も全て推薦したわけでありまして、今回の選挙も自民党と農民連盟支援団体一体となって戦いを進めていこうというふうに思っておるわけであります。またそれから皆様もご案内のとおりでありまして、先般長崎で行われました全協におきましては、大変苦しい皇帝からの立ち上げをいたしまして、2連覇を果たすことができまして、これにつきましては、それぞれ県民はもとより、農林団体もそうでありますが、大変なこう希望と勇気と感動を受けたわけでありまして、これを全国に宮崎の底力を発揮することができました。この力を今回は自民党に全身全霊でぶつけて、今回の選挙戦を勝ち取ろうというふうに思っておりますが、皆さん方もぜひぜひご支援方をお願い申し上げたいと存じます。またそれから3人候補を抱えましたが、それぞれ上杉先生も比例でございますが、一番心配なのは今立候補の挨拶をした武井候補であります。ご案内の通り、大変大選挙区は実力の候補者も出馬されておりますが、武井候補は何せ新人で実績もない、先も見えない候補者でありますけど、我々は皆さんと一体となってですね、ぜひとも当選させなきゃいけないというふうに言っています。それと申しますのは、やはり県と宮崎がですね、自民党の3人揃めをして初めて地方の声が届くわけでありまして、そういうことも含めましてですね、今回16日の投票に向かって皆さんと共にですね、
全身全霊で一番今となってやると思っていますから、ご支援方をよろしくお願い申し上げて、支援団体を代表しての激励の挨拶に変えたいと思います。今後は大変ご苦労様でございます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして、参議院議員全災害対策特別委員会委員長でいらっしゃいます松下晋平様にお願い申し上げます。皆様は新人若武者の武井俊介候補を今日まで導いていただきました。そして自民党が嫌に下って厳しい時にもご支援をいただいた皆様でございます。改めて今日までの皆様のご厚情に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。今回の総選挙、解散直後から私たち参議院は裏方として支えてまいっております。私は党本部の広報本部を命ぜられ、今日の午後も会議を終わらせてこちらに戻ってまいりました。広報本部といいますのは、いわゆる政見放送、そして皆さんお手元に取っていただいている政策パンフレットの作成、そしてポスターですね、これもだいぶ好評いただいているんですけれども、また CM 等々、そして NHK とかテレビ、インターネットで投資等を行っておりますけれども、それの情報分析サポート、そういったものをしております。実はですね、自民党のこの選挙における候補予算が3年前の3分の1になってしまいました。しかしですね、中身で勝負ということで、スタッフ一同気合を入れて作っております。4日の公示からですね、コマーシャルが15秒と30秒パターン、放映されるんですが、まもなく来られる安倍晋三総裁、近くにいてもダンディーなんですけれども、さらにかっこよくですね、撮影しましたので、ご期待いただきたいと思います。そしてまた政策パンフレットの方はですね、公表いただいておりまして、増刷の注文が殺到しております。今党本部でですね、もう今日も天安ですけれども、さらにですね、300小選挙、そして、比例の確保に今、配っているところであります。まもなく、今日は大分からわざわざ宮崎に入っていただく、安倍総裁ですけれども、安倍総裁のですね、もう全国から、我が町に来てほしい、我が選挙区に来てほしい、厳しいんだと、これも大変な、活況なんですけれども、その中でですね、わざわざこの宮崎一区、この公示の大切な時期に選んでいただきました。もちろん2区3区あるんですけれども、2区の伊藤先輩、3区の福川先輩はもう自分のとこに1区を何とかしてほしいということで、今日1区に参集していただくことになります。今回の総選挙、それだけ宮崎市としてはありがたいし、同時に負けられない、何が何でもこの一区、自民党の議席を奪取すべきだと総裁にもお約束をしたいと思います。自民党の選挙と申しますと、2年5ヶ月前宮崎では公定期発生中の参議院選挙がございました。集会ができない、握手は自粛、選挙管理は消毒者を並行させるといった異常異様な選挙となりましたが、自民党の皆さんが一致結束していただいて、比例の上杉先生も、そして
中峰先生も一緒になって応援していただいたおかげで、武井候補はその時県会議員でしたけれども若手のリーダーとして応援してくれました。おかげで30万を超える得票をいただきました。これは全国で第3位でした。そして NHK の速報では第1番目に当確を出していただきました。自民党が一つになってまさに大きな期待をいただいた瞬間でもありました。その選挙の時に家畜伝染病の改正、これも公約の一つでしたけれども、選挙後自民党は江藤先輩を中心に、公明党はそれぞれ担当者を出していただいて、スピード感を持って地域の皆さんの声を聞いて法案を作りました。腰の重い民主党の背中を押して法案にこぎつけました。自民党が中心となって、そして公明党の力を借りて皆さんの声を届けたと自負しております。さて、安倍総裁がそろそろ到着されるようなですので、まとめに入りたいと思いますが、公示まであと2日となりました。今回の選挙、いろんな政党が乱立しておりまして、焦点が分からなくなってきております。選挙のために原発を争点にして、それだけで皆様に訴える候補者、政党、それもにわかに出てまいりました。もちろん被災地の復興は一番の課題です。しかし今の宮崎の現状を見たときに何が必要か、それは間違いなく経済雇用対策でございます。この経済雇用対策に具体的に政策を持っているのは安倍総裁率いる自由民主党でございます。具体的な政策も政策パンフレットに掲げてありますので、ぜひ政策をいただきたいと思います。武井候補は今回新人として挑むわけであります。今自民党に追い風が吹いている、自民党はなんとなく勝てるんじゃないか、決してそんな思惑はありません。そのことは武井俊介も重々承知しております。なぜならば武井候補が自民党の候補をした時には自民党は本当に厳しい時でした。その時に一緒になろうという決断したことは大変重く、皆様にもぜひご理解をいただきたいと思います。挫折を味わった安倍総裁だからこそ優しい政治ができます。挫折を味わった安倍総裁だからこそ謙虚にこの政権運営をやってまいります。日本を取り戻す、この冬の選挙、寒空の中で演説をしていると、各党首の方、稼ぎの人も多いと思っております。安倍総裁も必死になってお訴えをしておりますが、ぜひこの宮崎で皆様の声援でお迎えいただいて、またこの選挙戦戦っていただくようにお願いを申し上げまして、私からの御礼とご挨拶といたします。ありがとうございました。
井俊介です。マスター、知ってと、知らない武井俊介です。若々しい37歳です。私が初めて立候補した時は、38歳でございますから、まあ、大体こんな感じだったんですね。お料理の人も、当時はずっとしております。彼は本当に、情熱あふれる男でございます。この、宮崎県の第1区はですね、大変困難な選挙区であります。その中において、武井俊介さんは、情熱を持って、勇気を持って、我々の呼びかけに応えてございました。住民総としても、この彼の情熱に何としても応えていかなければいけない。もうみんなで決意して、今日は宮崎県連一同、ここに集って、この決起大会を開催させていただいたところであります。武井さんは37歳でありますから、私が出た時の38歳でも1歳若い。となれば、私は今58歳でありますが、私の段階までには確実に総裁になるんではないかと思うことでございます。この宮崎県は大変、人材の県でありまして、陸においては、タグさん、彼は自民党の農林部会長であります。農林分野といえば、たくさんであります。政策にも強いし、人望もあります。実行力、そして戦う政治家であります。そして、3区は古川義久さんでございます。この宮崎県においてはですね、山口県でもそうなんですが、先般の総裁選挙、山口県出身者が2人で争ったこともありますが、この宮崎県においては、宮崎県同士の総裁選挙が10年後に行われるかもしれない。武井さんはまだちょっと早いかもしれませんが、ファイナルに頑張っていただきたいな、こう思う次第であります。先ほど、挨拶をされていた、松下晋平さん、実はずっと、自民党の候補担当でございますから、いつも一緒なんですね。この前も自民党の CM を撮っていたんですが、その時、松下さんが、宮崎県に入っていただいて泊まってもらえれば、オリンピック、ワリオリンピック連覇した美味しい宮崎市をただ食べれますよ。甘い言葉に伝えてやっていただきたいと思います。そして、我々の大先輩であります上杉先生には、今度は比例の名簿で復活をやらせていただいております。つまりオール宮崎でこの戦いを乗り切っていただきたいと思います。この一区で勝つことは、もし一区で勝つことができれば、必ず我々住民主導は勝利を収めることができます。一区で勝つことができれば、日本を取り戻すことができます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。自民党は3年前の総選挙で政権を失いました。なぜ自由民主党は政権を失ったのか、この深刻な反省から我々はスタートいたしました。そしてその間、結党の精神、理念を見つめ直し、政策を鍛え上げていきました。先般、この自由民主党の3年間の成果として、我々は国民との約束、政権公約として発表させていただきました。魂を込めて、そして覚悟と誠意を込めて書き上げたのが自由民主党の政権公約であります。もう恥ずかしくてマニフェストという言葉は使えません。この3年間使えなかった言葉が3つあります。1つはマニフェスト。もう1つは近い自民。3つ目は決してアメリカ人にはトラストミーとは言ってはいけないですありますが、もうこの政治の混乱の停滞に終止符を打たなければいけません。今日本は長引くデフレと円高に苦しみ、景気は低迷し、若い皆さんは将来希望を見出さないでいます。デフレは物の値段が下がっていく以上に
収入が下がっていきます。1997年と比べますと物の値段は平均で 3.3% 下がっているんですが、収入は 15% 下がってしまいました。国の富が50兆円近く奪われてしまったんです。このデフレから脱却をして円高を助成して、これこそがまず自由民主党に課せられた使命であります。自民党は3年前の自民党とは大きく変わりました。経済政策においても自民党は変わったんです。自民党時代でもデフレは続いていた。だからそれまでの経済政策、金融政策ではデフレから脱却できない、伝統的な日銀が行っていた金融政策ではデフレから脱却できないんです。ですから我々は次元の違う経済政策を進めたい。まず我々は日本銀行と政策協定を結んで 2% の緩やかなインフレ目標を、物価上昇目標を定めます。これに向かって日本銀行は例えば大胆な金融緩和を行って、このターゲットに向かって全力を挙げてもらいます。政府もそうです。政府日銀がそれに向かって全力を挙げていくんです。無責任なコメンテーターがそんなインフレ目標を設けたらハイパーインフレになる、どん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 物の値段が上がっていって制御できなくなっていくんだと、まあ、言い換えたことを言っていますが、これは嘘です。世界中でインフレ目標、インフレターゲットを定めた国でハイパーインフレ、どん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 インフレが進んでいった国は世界中一つもありません。なぜか、これは簡単なんですね。インフレ目標というのはどんどん上げていこうということではないんです。 2% を超えていくために金融緩和等をどんどんやって、しかしこれを超えて 4,5,6 と上がっていくような危険があったらぐっと引き締めていくということであります。 2% を超えて 3% になったら引き締めを行っていきますから、当然この 2% で推移していくようになるわけであります。これはもう世界が、アメリカも EU もイギリスもオーストラリアもそしてカナダもやっていることでありますが、日本だけがやっていなかった、今までやっていなかったことをやらなければ、このデフレから脱却できない、円高を是正できないんです。皆さん、この宮崎県においても朝から一生懸命汗を流して働いて知恵を出しても、例えば日本の円がどうより5割も上がってしまったら5割のコストのカットなんかできませんから、工場を閉める、あるいはまたお店を閉める、観光客も減りますからね、旅館やホテルも厳しい状況になっていくんです。これ皆さんおかしいでしょ。流した汗が、頑張った人が報われる、我々はまっとうな経済、まっとうな政治を取り戻していこうとしているんです。ですから3年前の自民党と違う新たな経済政策、金融政策をやっていかなければならないんです。そしてその上においてさらにすぐには金融政策をそのように展開をしても、すぐには企業の投資は起こってきません。今ねずっとデフレが続いてきますからね、そう簡単に物の値段は上がっていかないだろうが、投資をしようというそういう判断は少し時間がかかります。2年3年かかる場合もある。でも皆さん、それを待っているわけにはいかないんです。来年再来年、学校を卒業して就職をしなければいけない人たちがいます。こういう皆さんが万が一にも職がない、そういう不安に、不安の中で土地を過ごさなければいけないということがあってはなりません。ですからまず投資を引き込むために、投資を引き出すために、そして消費を引き出すために、我々はまず国がお金を使うという公共投資をやることによって企業の投資を引き出していく、新たな政策を行っていきます。やることはたくさんあります。例えば来るであろう大地震、大津波、そうした災害に備えていく必要がありますね。皆さんの命と
子どもたちの安全を守るための投資です。先般トンネルの崩落事故が起こった対応年数をもう超えているものは直ちに補強していく回収をしていく必要があるんです。それこそが国の政府の使命です。それを今こそ円高でデフレでマクロ政策的に必要な時こそやるべきであろうと思います。同時に地域が伸びていくための投資がありますね。この宮崎県においても必要な投資があります。私は今日北九州から日豊線に乗ってやってきました。乗り心地はいいんですが3時間もかかった。もうこれは東京から京都を越えていく大阪を越えていく時間であります。鉄道の整備あるいは高速道路の整備、これは皆さん未来への投資であります。無駄遣いではないです。借金をしてこういう投資をしたらいけないんじゃないか、こんな気持ちがちょっとありますね。果たしてそうでしょうか。皆さん考えていただきたいと思います。我々は我々というか私の親父や祖父の代に名神高速道路を作った、新幹線を作った、クロロンダムを作りましたね。あの時日本には全然お金がなかった。そこで世界銀行から外国からお金を借りて名神高速道路も新幹線もそしてクローズタウンも作ったんです。これが孫子の代である私たちにとって皆さん借金でしょうか。違いますよね。まさに資産を残してくれたんですよ。これを作った結果皆さん日本は高度経済成長を果たすことができ高度経済成長を果たしてそれで生み出した果実によって皆さん年金や医療や介護、この社会保障の基盤を作ったんですよ。今私たちはあの時外国からお金を借りるかどうしようか難しい決断、正しい決断をした父や祖父たちの代に感謝をしたいと思います。ですから今私たちはこのデフレでそして円高の今、あの時親父やじいちゃんばあちゃんたちの決断は間違っていなかったという正しい無駄遣いではない未来への投資、子どもたちのための投資をやっていくことを宣言したいと思います。そしてそれを経て新しい投資分野を作っていくこと、新しい成長分野にちゃんと投資をしていくことも大切です。そのための新たな成長戦略を作っていきます。日本経済再生本部を作ってそこに日本中の英知を世界からも英知を集めて世界中が注目するような成長戦略を作っていきます。新たな分野、例えば皆さんのぶつかっている抱えている課題を解決をし私たちが抱えている課題を解決をしそして世界にも展開できるような分野ってあるんですね。例えばエネルギーもそうですね。クリーンエネルギーを作って省エネ技術もそうです。また現地で長生きできるそういう人生を勝ち取るための技術もあります。現地で人生を豊かにしてこれ素晴らしいです。そのための技術とは例えば医療や介護ですね。医療や介護は実は日本は世界最高水準なんです。この医療や介護のこの技術を再利用ともっともっと宣伝させ海外でも展開をしていきますし海外からも日本のこの技術サービスを求めて人がやってくるようにそういう仕組みを作っていくこと、あるいはお薬、残念ながらお薬は世界の最高水準ではない。こんなに日本人には技術力があるのに先般ノーベル医学賞を取った山中伸弥教授 iPS 細胞あの分野においては再生医療が可能なんです。その分野の新しいお薬は日本は世界でもあまりたくさん出てきていないんですね。それにはおそらく理由があります。規制とか税制上の問題もあります。この分野を伸ばしていくために規制、税制、あらゆる政策を前に進めてまいります。また医療機器もそうであります。私は総理大臣の時に世界一のスーパーコンピューター K を作るというスーパーコンピューター K プランをスタートさせました。
民主党はなんで世界一じゃなければいけないのと言って妨害しましたが、世界一になったんですよ。しかし残念ながら民主党政権の中で第3位に落ちてしまいました。でも皆さん、我々が政権を取れば、武井さんが当選すればまた1位になりますよ。それを目指していこうではありません。このスーパー東京が手を伝って何をやっているかといえば、例えば難しい病気、パーキンソン病とかアルツハイマー、認知症、そしてうつ病、この怖い病気を治して画期的新薬の開発が行われているんです。そしてまたお薬を作ってから皆さんが使えるようになるまで日本では何年もかかる、時間がかかりますね。この治験の期間を短縮するためにこのスーパーコンピューターは使われます。大幅にこの治験の期間が短くなっていくんです。今治験の期間が時間がかかることによって待ちきれずに命を失っている人たちの命が助かっていく、この新しい技術や創造的な取り組みに向き合っていくことによって、国家資源を正しく投入していくことによって、私たちは健康を取り戻し、そして何兆円という富を生み出していくことができるんです。我々はデフレから脱却をし、円高を是正させ、経済を成長させて日本を豊かにしていきます。皆さんの収入を増やしていきます。若い皆さんが就職に悩まなくても済むようなまっとうな経済を取り戻していくことをお誓い申し上げる次第であります。次に教育についてお話をさせていただきたいと思います。残念ながら去年よりも今年いじめの件数は倍増してしまいました。7万件から14万件。私が総理大臣に就任した6年前、我々は日教組が反対してずっと40年以上できなかった学力調査と、そして体力調査をスタートしました。これは学校にランクをつけるためのものではありません。それは現状を把握するためであります。教室の状況がどうなっているのか、現状を把握をしなければ対策の打ちようがないんですね。そして私たちは現状を把握をし、新しい講義をスタートしました。うまくいっている学校のやり方を問題を抱えている学校に適用していったんです。安倍政権、菅政権、麻生政権、このたった3年間でうまくいっている学校と問題を抱える学校の格差はあっという間に皆さん縮んだんです。しかし民主党は政権を取って、その学力調査、体力調査はやめてしまった。なぜでしょうか。それは民主党は今でも日本の教育を歪めてきた一教組によって支配をされているからなんですよ。幹事長はあの越井氏、東さんじゃありませんか。そして文部科学大臣政務官はなんと2代通じて現職の一教組の役員なんです。安倍政権時代に我々はいじめ調査を行った、なかなか実際のいじめの件数は出てこないから、いろんな工夫をしました。その時、組合の強い北海道の北教組は、北海道でのいじめ調査を拒否をしたんです。北海道にはいじめがない、こう言い放ったんですね。でもその後、お子さんがいじめを苦にして、自らの命を絶つという悲しい出来事がありました。その時、我々は決意をしました。この組合の人たちは子供たちの命よりも自分たちの保身の方を大切にしている、この人たちとは戦わなければいけない。私たちはそう決意をしました。我々はだからこそ皆さん政権奪還を目指さなければならないんです。我々が政権を取り返し、全ての子供たちが高い水準の学力と規範意識を身につける機会を保障していきます。いじめにおいては、例えばいじめ防止対策法を、基本法を作って、今できる全ての対策を打って、そして何よりも子どもたちに何が正しい行いか、正義とは何かを植え付けていく、大人としての責任をしっかりと果たし、まっとうな教育を取り戻していくことをお誓い申し上げる次第でございます。3年間何が起こったのか、
それは例えば皆さん北方四島にロシアの首脳が上陸をする、竹島に韓国の首脳が上陸をする、こんなことは皆さん自民党政権時代にはなかった。そしてまた皆さん尖閣に12回に中国の公の船が堂々と入ってきて領海侵犯を繰り返す、こんなことは自民党政権時代にはなかったんです。なぜこうなったかといえば民主党の外交敗北の結果です。日米の同盟関係を傷つけたスタッフさんにして信頼を失ったんです。信頼ない友人のために命を懸けて守ってくれる国は世界中探したってどこにもないんです。それを見て取った国々に外国から日本は今侮られているんです。これ以上国益が失われていくことを見ているわけにはいきません。我々は日米の同盟関係のこの信頼の絆を取り戻してまいります。強い外交力を得て日本の領土領海を守っていきます。しかし同時に皆さん断固として私たちの美しい海や領土領海は私たち自身が守っていくんだ、この決意を今示していく必要があります。それができるのは私たち自由民主党とそして公明党であります。残念ながら民主党や最近動画を手伝うようにできてきた政党ではありません。我々が断固として政権を奪還しなければいけない、こう決意をしたのはそれは私のためではありません。もちろん武井俊輔さんのためでもありませんし自民党のためでもありません。それは皆さん日本という国に生まれた日本人がこの国に生まれてよかった、幸せに感じる日本を守っていくためであります。そして日本に生まれた子供たちが日本に生まれたことを誇りに思える、その日本を取り戻していくためであります。どうか皆さん力を貸してください。武井俊輔に力を与えていただきたいと思います。2023年武井俊輔、そして江藤拓、古川義一さん、この3名全員の挑戦、そしてそれに応えていただいて当選を目指して全力で私たちも頑張っていきます。12月16日皆さん一緒に日本を取り戻そうじゃありませんか。皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。総理大臣になっていただけば必ず日本を取り戻すことができる、そして私たちこの宮崎はふるさとを取り戻すことができるのであります。そのためにこの4本の矢を一つにして完全なる勝利を得るために皆様と心を一つにして頑張ろう参照をしたいと思います。足を肩幅に上げて広げてください。そして左足を一歩前に出します。左手を腰に当て右手の拳に気合を込めてください。日本を取り戻すために、ふるさとを取り戻すために、最後の最後まで気合を入れて頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
くさんの皆様方、足元のお悪い中、本当に大勢お越しいただきましてありがとうございました。約1時間、皆様方に熱心に聞いていただきました。